スコットスピードはアメリカ合衆国出身の自動車レーサーであり、2006年にデビューした元 F1 ドライバー。現在はラリークロスドライバーである。特定疾患に認定されている海洋性大腸炎と戦いながら F1 のシートを獲得しており、同疾患、難病と戦う多くの人々に勇気を与えた。1983年にアメリカ合衆国。 カリフォルニア州のマンテカにて生まれる。1995年、12歳でカートを始め、2000年まで続けた。2001年にフォーミュラレースに移り、アメリカのフォーミュララスセルシリーズに参戦、チャンピオンとなる。2002年にアメリカのバーバー達、ナショナルシリーズと同じくフォーミュラマツダシリーズに参戦。 どちらのタイトルも獲得することは叶なわなかったが、同年にレッドブルが催したアメリカにおけるドライバーサーチプログラムでは見事1位となっており、これは後のキャリアへの布石となっている。2003年は活動の舞台をイギリスに移し、イギリス F32ADR チームから参戦。2004年はユーロカップフォーミュラルノーとドイツフォーミュラルノーを制し、 これにより翌年の GP に参戦の機会を掴んでいる。また、この年はヨーロッパの各選手権に参戦する傍ら、大西洋を股にかけ、R のレッドブルチーパーチームでテストドライバーを担当してもいる。2005年 GP2 に参戦。前年アイスポートチームと交わした契約はナンバー2としてのものであったが、スピードはこれを覆し、シーズン中にナンバー1の座を得て、 最終的に、ニコ・ロズベルグ、平気小払い年に次ぐランキング3位でシーズンを終えた。2005年9月にはその年初めて開幕した2005年から2006年シーズン A、1グランプリにアメリカ代表として最初の3戦だけ出場し、第3戦ポルトガル GP では4位フィニッシュも果たす。また、この年は F1 レッドブルチームのテストドライバーを務め、アメリカ GP では サードドライバーに起用され金曜日のフリー走行に出走した。F1 の公式セッションでアメリカ人ドライバーが走るのは実に1993年イタリア GP のマイケル・アンドレッティ以来のことであった。秋にはレッドブルが買収したミナルディを改組して設立されたスクーデリア・トロロッソで2006年からデビューすることが発表された。2006年 F1 デビューを果たす。 第3戦オーストラリア GP では8位でチェッカーを受けたが、キハタ区間でデビット・クルサードを抜いたとして、レース後25秒加算のペナルティを受け9位に降格となり、初入賞は幻となった。また、レース後の審議中にクルサードに暴言を吐いた。2007年も引き続きトロロッソに残留したが、チーム批判を繰り返すなど、チーム首脳と対立し、 第10戦ヨーロッパ GP 限りで解雇された。後任は BMW ザウバーチームの第3ドライバーを務めていたセバスチャンベッテル。チームは解雇を発表したものの、その後も最終戦まで不測の事態に備えたリザーブドライバーとしてエントリーされ続けた。ただし、レースチームへ帯同することはなかった。2008年は活動の舞台をアメリカに戻し、 ストックカー選手権の一つであるアルカニレッドブルがメインスポンサーとなっているエディー・シャープレーシングから出場カンザス・スピードウェイで行われた第4戦で見事優勝を飾った同年ラスカール最高峰のスプリントカップシリーズにもシーズン途中から参戦している2014年から2018年までアンドレッティオートスポーツのラリークロス部門に所属しフォルクスワーゲンポロと ホルクスワーゲンビートルを運転した。タナ・ファウストとチームメイトだった。2018年11月1日、自身のインスタグラムにて、スバルラリチーム USA に移籍することを明らかにした。2019年から、スバル WRXSTIVT19X を運転している。チームメイトには、パトリック・サンデルとクリス・アトキンソンがいる。2019年8月、 ラリークロスの予選で、彼のスバル WRXSTI VT19X スーパーカーはジャンプから強い衝撃で着地し、その衝撃で第6胸椎など3つの脊椎骨が圧迫骨折する重傷を負った。リタイアしたが、レースの90%以上を完走したため、完走扱い。ありがとうございます。